エルザレットゲームチャンネルへようこそ。今回は持続ダメージでダメージ量産を狙うカフカを普通プレイヤー視点で解説となります。待ちに待ったカフカが来ましたね。早速普通プレイヤーの視点として育成した場合どうなるのか解説していきたいと思います。特徴についてですが、自分と味方の持続ダメージをスキルや必殺技へ即発動させ、人生削り無視で一気にダメージを稼げるのが特徴です。高倍率の感電攻撃が可能なのと、複数感電を軸に戦うことができる雷アタッカーとなります。意義に関してですが、一定範囲内の全ての敵を攻撃できるのがいいところですね。また戦闘始まった瞬間、敵全体に 100% の確率で感電を付与できるっていうのがいいところです。 100% が基礎確率としてっていうところなので、必ずではないっていうのが注意が必要ですね。続いてスキルですが、攻撃した相手に付与された持続ダメージがあると本来の 60% 分でダメージが発生するっていうのもいいところですね。スキル自体に雷属性はあるんですが、感電は付与できないっていうところが注意が必要です。その代わり付与されていた持続ダメージを即発動できるのはいいところですね。持続ダメージの発動は感電、風化、裂傷、燃焼のみの発動となります。続いて必殺技は全体攻撃の雷ダメージとなります。必殺技はスキルと違って感電の付与ができるのがいいところですね。しかも全体につけるのがいいです。必殺技の後にスキルで感電発動を狙えるので、総ダメージが稼ぎやすいっていうのもいいところですね。カフカの戦闘スタイルについてですが、スキルと必殺技で大量の持続ダメージを狙うアタッカーです。スキルで感電を付与することができないため、味方の持続ダメージ付与に依存するところが難点となります。また味方の後でかつ敵より早く動かないと持続ダメージをまとめて発動ということができなくなるので、速度は意識していきたいところですね。おすすめの高円錐と異物についてです。高円錐は星5待つのみ、星4はおやすみなさいと獲物になります。異物に関しては雷鳴と宇宙ステーションですね。なるべく攻撃力を上げる方に振るという感じです。メインステに関しては感電ダメージが攻撃力に依存するというのがあるので、ダメージを多く稼ぐために攻撃力を積極的に持っていきたいというところがあります。最後に無課金視点で引くべきかというところですが、個人的には雷アタッカーがいないなら全然ありなキャラだと思います。正直このキャラがいるだけで模擬宇宙レベル5普通にクリアできますからね。まあそんだけ強いキャラクターなんですが、カフカ以外の持続ダメージキャラを育てれるかっていうのがあるのと、高円錐次第だなと思ってます。カフカ一人で火力を出すのが難しいので、持続ダメージメインのキャラが必要かなと思いますね。また高円錐に関しては持ちじゃないとなんかそこまで発揮できないなっていう感覚は強くあります。でボス運用に関しても強いんですが、効果命中の耐久値に依存するので、カフカ以外の育成が中途半端だと付与が難しいなっていうのがありました。まあもちろんカフカが好きならありとは思いますね。で僕はもう最初からカフカ狙いだったので、まあ、味方の育成は進んでいませんが、雷アタッカーとしては十分使えるなっていうので使っています。はい、ということで今回はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。